時は1804年、イギリスの鉄道技術者リチャード・トレビシックが世界初の軌道を走る蒸気機関車を開発。この技術を元に1825年、世界初の営業鉄道としてイギリスのストックトンとダーリントンを結ぶストックトン&ダーリントン鉄道が開業します。それまでの馬車と違い、季節や天候に左右されず、大量、迅速かつ確実に輸送できる鉄道は公共交通機関に大きな変革をもたらしたのです。公共交通機関としての鉄道が誕生してから約30年後の1853年、幕末にあたる日本に蒸気機関車の模型が長崎に到着します。また翌年にはペリーが2回目の日本訪問に際して大統領から将軍へ蒸気機関車の模型が献上されます。模型といえど、機関車には機関士が乗って運転していたため、それまで乗馬によって移動していた日本人にとっては大きなカルチャーショックを感じるとともに、日本でも鉄道を導入するべきとの声が上がります。それから約20年後の1872年10月14日、日本初の営業用鉄道として新橋横浜間で正式開業を果たすのです。そんな日本の鉄道が正式開業してから昨年150周年を迎えました。今でこそ鉄道大国と呼ばれる日本ですが、最初こそ不具合や事故の連続でした。しかし日本の鉄道技術者や経営者は常になぜ事故が発生したのか、どうしたら安全に正確に運行できるのかを考え続けてきました。その根底にある考え方があるからこそ、世界的に信頼してもらえる鉄道が構築されたのです。そして日本は今高速鉄道において変革期に差し掛かろうとしています。 JR 東海は2027年に品川名古屋間にてリニア方式を採用した中央新幹線を開業させると公表しています。それまで高速鉄道では鉄車輪方式での運行が中心だった日本において、初のリニア方式を採用する高速鉄道となります。最高速度は時速500キロ程度を予定しており、実現すれば営業列車では世界最速となります。また2027年の開業時に導入する営業用車両として、2012年に先行製造された L0 系は2015年4月21日に時速603キロを記録し、鉄道における世界最高速度記録を更新したのです。そんな時速600キロ超えの実力を持つ超電導リニア方式ですが、実は中央新幹線の建設が決まる前までは鉄車輪方式の採用を提唱する技術者も数多くいたため、鉄車輪方式かリニア方式か見極める必要がありました。超電導リニア方式の採用が決まるまで鉄車輪方式の限界に挑戦し続けた技術者たちと高速試験電車、日本の新幹線の発展は彼らなしではありえなかったのです。1962年、神奈川県綾瀬付近、小田原付近の区間において新幹線を実現する上での各種試験走行を行う実験線、いわゆる鴨宮モデル線が整備されます。この鴨宮モデル線に導入された試験車両が初の新幹線車両、線型電車です。この鴨宮モデル線において新幹線電車の限界速度を見極めるため、安全を担保できるギリギリの範囲内で速度をどこまで上げることができるのかを確認する試験が行われることになったのです。そして3月30日午前9時46分32秒、東京起点 51.2 キロの地点で当時の鉄道車両における世界最高速度記録、時速256キロを達成するのです。なおこの記録はブレーキ開始地点ギリギリまで加速を行い、かつ戦術の蛇行度を含めて一歩間違えれば大惨事になる非常に危険な状態で記録したものでした。それでも世界からのプレッシャーを跳ねのけて目標以上の記録を叩き出すために命を懸けた国鉄技術者の意地があり達成された記録でした。こうして線型の試験データをもとに1964年3月、限りなく量産車両であるゼロ系に近い線型 C 編成を製造され、試験終了直後の工場入場の際に量産形式として車両番号表記が追加されます。こうして
ゼロ系という形式が誕生することになったのです。そして、1964年10月1日に東京オリンピックの開催に合わせて、世界初の高速鉄道、東海道新幹線の開業を果たします。1965年、東海道新幹線に続き、2番目の新幹線路線、山陽新幹線の建設が決定します。山陽新幹線の開業と同時に、当時のゼロ系の営業最高速度、時速210キロを大幅に超える、時速250キロ運転を目指すべく、1969年に開発されたのが、新幹線951型電車です。1970年2月から、東海道新幹線の新大阪米原間にて、高速度試験を開始しましたが、車体重量と振動の増大から、時速220キロに差し掛かった瞬間、線路の枕木が破損してしまう事故が発生し、試験は一旦中止されてしまうのです。それでも、技術者たちは、懸命に、車体の軽量化と振動の抑制について研究し、1971年には、新型台車を装着し、試験が再開されます。こうして、1972年2月24日15時54分、開業前の山陽新幹線、姫路西明石間585キロ地点にて、当時の電車方式による世界最高速度記録、時速286キロを達成したのです。1972年3月15日、山陽新幹線の新大阪岡山間が開業し、速達列車である光号は、東京岡山間を最短4時間10分で結んでいました。また、この頃の国鉄は、東海道、山陽新幹線と、将来建設されることが決まっていた東北、上越新幹線との直通運転を計画していました。こうして、全国の新幹線網に対応できる新幹線車両として、1973年に開発されたのが、新幹線961型電車です。東海道、山陽新幹線の電源周波数は、60Hz、東北、上越新幹線は 50Hz であり、この両電源に対応した車両です。主電動機の定格出力は、ゼロ系の 180kW を大きく上回る 275kW であり、当時の新幹線の中では、最もパワーのある車両でした。また、北日本などの豪雪地帯の走行も考慮し、車体下部の機器類を完全に覆う、ボディマウント構造を採用しています。961型は、1973年に開発された後、山陽新幹線の岡山博多間にて基本性能確認試験を実施。その後1979年に東北新幹線の小山駅付近に建設された小山実験線での試験走行を行うべく浜松工場に入場。小山実験線は戦術の鴨宮モデル線において研究が進められなかった雪害対策試験や速度向上試験を行うために建設された新幹線用の試験線です。浜松工場では、小山実験線に使用する計測器や、1号車には、スノープラウの設置、全車両に、ボディマウント構造への改造を実施しています。そして、1979年12月7日、小山実験線にて、当時の電車の世界最高速度記録、時速319キロを記録。ついに、日本の新幹線は、時速300キロの壁を打ち破ったのです。しかし、この頃になると、ヨーロッパを中心に高速鉄道の開発が盛んになり、ついに1981年2月、フランスの TGV が時速380キロを記録。さらに、1988年には西ドイツの ICE が時速 406.9 キロを記録するなど、新幹線が記録した最高速度記録は次々と破られていくのです。1987年、日本国有鉄道が分割民営化され、東海道新幹線は JR 東海、山陽新幹線は JR 西日本、東北、上越新幹線は JR 東日本にそれぞれ分かれて運行されることになりますが、ここから怒涛の勢いでスピードアップが図られることになります。そもそも、なぜ新幹線のスピードアップが必要なのでしょうか。その背景には、ライバルである航空業界の躍進がありました。当時、時速200キロ台前半で運転していた各新幹線は、航空機と比較すると、スピード面では圧倒的に不利でした。また、自動車保有率の上昇、
各高速道路の建設、格安高速バスの登場など、新幹線においてもサービス向上と所要時間短縮を実施しなければシェアを奪われかねないと危惧していたのです。その中でも特に危機感を感じていたのは JR 西日本でした。 JR 西日本が所有する山陽新幹線は東海道新幹線ほど鉄道のシェアが高くなく、航空路線に対抗するには列車の速度向上が不可欠でした。そこで1992年4月、 JR 西日本は営業最高時速350キロ運転を目指すべく、新幹線500系900番台、通称ウィン350を開発します。なお、形式は500系900番台となっていますが、皆さんが想像する500系とは全く異なる形状とスペックを持ち、同じ形式を持ちつつ、形状やスペックが全く異なる珍しい新幹線車両でもあります。同年6月22日より、地上設備を時速350キロ運転対応に整備した小郡新下関間で高速試験を開始します。そして8月8日には同区間で当時国内最高速度記録となる時速 350.4キロ を達成し、基本的な性能面では時速350キロでの運転に支障がないことが確認されます。対して JR 東日本においても将来的に新幹線の最高速度向上を目指すと公表。こうして1992年3月27日、高速試験用新幹線電車952型、953型、スター21が製造されます。2つの形式に分かれている理由は台車の構造が違うためです。952型4両は通常の非連接構造。対して953型5両は車体間に設置して2つの車体を台車が支える連接構造となっています。スター21の設計は時速350キロを安定して走行でき、最高速度は時速400キロ以上の性能とすることが決定されていました。時速300キロ以上の営業運転を行うならば、この程度の余裕を持った速度での試験を実施し、技術開発が必要であると考えられたためです。そして1993年12月20日、目標速度を時速420キロ以上に定め、上越新幹線にて高速度試験を実施。日付が変わり、12月21日0時1分、加速可能区間ギリギリまで加速し続け、燕三条駅から 12.6 キロの250キロ地点、国内最高速度時速425キロを記録したのです。フランスの TGV に次ぐ世界第2位の記録であり、試験専用ではない営業線を使用しつつ、天候もベストではなかったため、かなりのハンデを抱えながらの記録でした。しかし、走行安定性は確認できたものの、騒音に課題を残し、費用対効果も考慮し、現在の技術では時速275キロ程度が限界であると判断されたのです。時速300キロの営業運転は叶わなかったものの、スター21で得られたデータは E2 系や E3 系に反映され、東北新幹線の高速化のみならず、日本の鉄道に大きな影響を与えたのです。対して JR 東海では、国鉄から引き続き超電導リニア方式の研究を進めていましたが、中央新幹線は費用対効果を考えて、リニア方式ではなく粘着式鉄道を採用すべきとの意見も根強く残っていました。そこで粘着式鉄道の限界速度を自社でも見極め、かつ300系に続く次世代車両の開発も担うべく、高速試験用電車が必要とされました。こうして1994年、 JR 東海は高速試験用新幹線電車新幹線955型 300X を開発します。営業運転に使用することは当初から考えられておらず、 JR 東海では唯一である純然たる試験車であり、曲線や勾配で高速試験走行に向いていない東海道新幹線区間で高速度試験を実施することから、通常の新幹線車両よりも加速力を大幅に増加させています。また先頭車形状が東京寄りと博多寄りで異なっており、それぞれラウンドウェッジ型、カスプ型と呼ばれ、比較のために入れ替えることが可能になっています。主制御装置はGTO サイリスタを使用した 3VF インバータ制御であり、主電動機は
連続定格出力 405kW の籠型3層誘導電動機を採用。また、この電動機は、15分以内の短時間での使用を条件に、出力を 500kW までブーストアップすることができ、これは、新幹線車両に搭載される1機の電動機出力では、歴代最強の数値です。6両編成のうち、全車両が電動車であり、1両に、4機の電動機を搭載していることから、編成出力は 9720kW、15分以内のブーストアップ時には 12000kW となり、馬力に換算すると 16315 馬力にも及びます。さらに、徹底した低重心化を図るべく、前方を300系よりも350ミリ低い3300ミリとしており、これは JR 西日本が開発したウィン350と並び、日本の新幹線車両で最も低い車体となっています。さらに、サスペンションのストロークを確保するべく、台車支持位置を通常よりも高く設計しており、レール面上から1700ミリとしていることから、車内床の一部が盛り上がっています。これにより、営業用車両と同じく腰掛けを設置している2号車を除き、全車両の左右端の車内高さが90センチほどしか存在していませんでした。1995年1月20日、955型新幹線高速試験電車 A0 編成 300X が落成され、基本性能確認試験を実施。確認試験が終了した後、いよいよ、京都米原間において10万キロに及ぶ耐久試験と速度向上試験が実施されますが、実際の 300X の走行試験は非常に過酷だったといいます。耐久試験のデータ取得が完了した後、ついに、300X の潜在能力を確認する高速度試験を実施。試験区間はテスト機器やセンサー類の設置が完了していた京都米原間で実施されました。しかし、時速350キロからはなかなか速度が向上せず、プロジェクトチームは頭を悩ませます。そこで、鉄道総研は1993年に実施された JR 東日本のスター21と同じく、ある程度の速度域からは、車輪とレール間の摩擦力、そして電動機のパワーが足りていないことを 300X プロジェクトチームにアドバイスします。そこでスター21と同じく鉄道総研が開発した空転防止用のセラミック噴射装置を搭載、さらに主電動機の冷却ファンを強化した上で、15分以内の短時間という条件で編成出力を 12000kW にブーストアップしたのです。こうして再度試験を実施し、列車の空転を防止しながら加速したところ、時速400キロ超えを達成。さらに、その時の運転を担当した運転士によると、まだまだ記録を伸ばせることを感じていたことから、300X プロジェクトチームは、スター21が持つ日本記録、時速425キロ以上を目標に定めたのです。しかし、スター21が試験を実施した上越新幹線とは違い、東海道新幹線は、アップダウンや曲線が存在していることから、走行環境は、スター21よりも厳しかったのです。そこで、プロジェクトチームは、念入りなシミュレーションを行った結果、京都米原間に存在する半径5000メートルの曲線を、時速400キロで通過し、その後にある2つ目の半径1万メートル曲線までフル加速すれば、時速440キロには到達できると算出します。1秒でも加速が遅れたり、大きく空転が発生すると目標に到達できない可能性があったことから、達人並みのノッチ操作が必要でした。そして、1996年7月25日23時59分、営業が終了した京都駅を出発。信号は ATC70、170、230、255、400と少しずつ加速していきます。列車は、京都から米原方面へ走行し、一つ目の半径5000メートル曲線に差し掛かります。この時の列車速度は時速395キロでしたが、ここでは、あえて、速度を時速5キロほど下げて運転していました。その理由は、信号400を受信している最中に、時速405キロ以上を出すと自動ブレーキがかかり、大きく減速してしまう恐れがあったためです。運転士は、曲線通過中、なるべく時速395キロを保つべく、ノッチ14から12で調整。そして、半径5000メートル曲線を抜ける1キロ手前、フルノッチで加速。
少し早いと思われましたが、曲線を抜け切り、信号450を受信する直前で時速403キロと、見事なヌッチさばきを見せます。列車は、信号450を受信し、とてつもない轟音と振動を立てながら、列車は少しずつ加速していきます。そして、1996年7月26日、京都舞浦間の上り本線438キロ600メートル付近において、日本における最高速度記録、時速 443.0キロ を叩き出したのです。理論上においても、時速440キロ程度であると予想されましたが、それを上回る結果となったのは、やはり、達人級の腕前を持つ運転士のおかげでした。また、時速443キロという記録は、世界では、フランスの TGV が持つ時速 515.3キロ に次ぐものでしたが、営業線における記録としては、世界最高速度記録です。そして、日本における粘着式鉄道では、20年以上が経過した現在でも、300X の記録は未だ破られていません。まさに、日本の粘着式鉄道における限界値を叩き出したのです。そして、今、超電導リニア方式を採用した中央新幹線の建設が進められています。日本の鉄道が誕生して150年が経過し、再び日本の新幹線は世界の頂点をつかもうとしています。